どうもー、おりの晩酌です。こんばんはー。えー、本日もね、えー、ちょっと我が家の就寝時間が過ぎておりますので、えー、ちょっと近めでごめんなさい、ね。ボリュームをね、こうやってね、えー、落としているというね、ユーチューバーの知恵ですね、これは。野良ユーチューバーの知恵でございますけども。えーと、今日も負けまして、えー、これでね、3連敗っていうことで、 うーん、困ったもんですよ。うーん、よかったね。あの、所詮で幕が負が荒れてくれて、ほ、ね、んとね。うーん、あれがなかったらもうとっくにね、日本一を譲っておるというところでございましたけども、なんとか、まだ、ね、望みはありますよ。皆さん、今日確かに、ね、ほんとに。うーん、明日なんとかさ、勝てばさ、 えー、六千名、七千名はホットモットに帰って山本、宮城でしょどないかなるんじゃないちょっと明日さえほんと。明日多分サチア君かなうーん。今日はね、ねどっちの、どっちの山崎、山崎で、ねえ、来るんでしょうというね、感じで、総一郎君できたからね。明日はサチア君かなね もしかして、あれかもね。奇襲の竹安っていうね、えー、手もあるんでしょうか。うーん。誰なんだろうね。うん、はたまた、えー、奇襲の奇襲、山岡っていう手もあるよね。うーん。まあ、どうなんでしょうかわかりませんけどもね。しかし、打たないね。う、えーん。投手よりもまあ、打線の方ですわね。まあ、打たない。締めりっぱなし。ほんとね。 湿気がすごいね。うーん。オリックスのね。カビ生え放題。ねー本当にね。これはまずいですよ。うんと。今日はね、えー、っと、えー、大宮の方でね、ライブ2本ありまして、まあ1本目はね、えー、まあ試合見ながらねー、ね うん。合間にちょくちょく見える感じでしたけども、二本,本目がね、出ずっぱりだったもんでね、うん。ちょっとあんまりね。うん。まあ、だから試合の後半は見れなかったね。うん。だからまあ、ちょくちょく見てて、まあ、あの、楽屋のね、あの、モニターをね、えー、普段はあの、舞台映してるやつを、うん、フジテレビにしまして、うん。 ねえ、まあ、もう食い切るように見てましたね。うん、ほんだら、まあ、うん、総ういがね、まあ、先制されちゃいましたけど、まあ、ナイスピッチング、素晴らしい。ねうん。でもね、あのー、そうだとね、6回やね、やっとこさね、6回に1、2番のね、うちの、うん、うちの自慢のね、1、2番がね、ね働いてくれまして、うん、同点ね。よし、こっからやっつってね。 またエンジンかかんの遅いけど、まあまあまあ、よしとしましょうっつって、こっから頼むよっつってましてね。うん、1対1の同点ですよ。ねその後すぐ、増井さん出てきて、ねえ、増井さんが、ええー、まあ、いきなりランナー出して、ちょっとまずいんじゃないのと思ってたらね、あの、村上の当たりが、ファーストライナーってことで、ねえ、命拾い。よかったね、あれね。ダブルプレイでさ、ツアーアウト。増井さんよかったねっ、つってね。 よろしくっ、つってね。うん。二本目のライブ行きましたよ。ねえ。で、まあまあ、一時間出ずっぱりでね。うんか。楽屋に帰ってきましてね。さあ、そこからどうなったんかなと思ってね。その一休速をパッと見たら。二対一。負け。ってことで。焼け酒決定。もうね。散らすしかないね。今日も。チラシ酒。 ねえ。うーん、また点取らんかったんかいなっ、つってねあっこから、ほんで。うん。ほんで、あっこからマスイさんが点取られたんかいなっ、つってね。うーん、まあ、うん。あっこからはね、そのランナー貯めて、比嘉さんが打たれた、いって、勝ち越しされたんかな。うーん。あっこから点取られたんかいなっ、つってね本ほんとにもう。 まあでも投手陣よりも打線じゃないもうここねうーん本当んにこのシリーズは打線がねうまくかみ合ったんがねもうあそこぐらいかあのマクガフの時のねうん1戦目のねあの1戦目のマクガフが荒れてくれなかったらさまあこれ特に4立てされて終わりですからね恐ろしいよ本当にね なんとかこれちょっと打線の皆さんに奮起してもらわないとね、もう繋がっていただかないと、うーん、繋がってなんぼですからね、打線っていうのは。うん、本当にね、お願いしますという感じでございますけども、もうなんとかね、この流れを断ち切る、ねうん、この流れを断ち切らないといけないということで、ね私ね、もう今日はですね、 えー、魔王開けちゃってます。ね、もうこれしかないね。もうこの流れを断ち切るにはもう三大城中の力をお借りするしかないですね。もう魔王さんの方でね、もう本当に。うん。ほんまにね、もう。うーん。まあ私もね、ちょっとなかなか魔王をね、開けるのは勇気いりましたけども。うーん。取っておきたかった。 えー、もうちょっとね、もうほんと人生のね、もうこんな、まあもらいもんですけどもね、こんな焼酎ね、うん、もういざという時にしかもう開けませんよ、これはもう。開けちゃいましたけども、さっきね、うん。もうここで開けんかったらいつ開けんねんちゅうことでね、もう、もうこの流れを変えるにはもう魔王しかないっていことで、うーん、おいしい。おいしいね、これね。さすが。 パンチ力抜群、うーん、あれですね、まあ、例えるならばうーん,うーんまあそうねブーマーみたいな感じねうーん、ちょっと三冠王って感じでしょうかうーん、破壊力抜群っていうねうーん、まあブルーサンダー打線というよりは、えー、猛牛打線っていう感じでしょうかねうーん。 やっぱりね、ちょっと名前に引っ張られている感じはあるかもしれませんけども、うん、私ね、味覚音痴なんでね、もう酒なんてもう何飲んでもいい一緒に感じちゃうような男なんでね、ちょっとあんま当てにしないでほしいですけども、うん、まあそうですね、なんかちょっと、うーん、パワー系よね、うん。そうですね、うん。ビッグボーイズ打線って感じでしょうか、うん。 まあ美味しいですね。うーん。これでね、ちょっともう魔王を開けたんやから、もうね、流れ変わったと思うのよね。だから明日から打ちまくりじゃないきっと。うーん、うん、うん。おそらくね、魔王の力で、オリックス、ね、うん、大復活を遂げていただいて、明日は打ちまくってね、もうこの鬱憤を晴らしていただいて、83対2ぐらいでもいいですよ。もうこうなったらね、打ちまくり。うーん。 試合時間18時間ぐらい。もうね。うーん。もういいですよ。それぐらいやっていただいて。もうね。ほんと。もうこの鬱憤を晴らしていただきたい。このままね、なんかモヤモヤをして日本シリーズ終わるのは嫌ですよ。もうね。ほんと。もういい試合はしてくれてるんだけどもね。もちろん。ね。いい試合はしてくれてるんだけども。うーん。勝ちたいんだよね。やっぱりね。うーん。本当に。 ぐだ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 喋ってますけどもねちょっとまあ振り返りましょうよね、うん、11月24日水曜日日本シリーズ第4戦えっ、ー、と2対1で負けまして1勝3敗、ね、リーチかけられちゃいましたね危ないね、うん、先発総一郎君が、えー、5回1失点ということでナイスピッチ ねまあ私も宗一郎んがね、投げてるところが見れたんでね、うん。いやーよ、この大舞台でいいピッチングしてましたね、宗一郎んが。うん。ねなんかシ、シーズンの中よりもなんかまとまってた感じがしましたよ、私は。うん、ナースピッチングじゃないでしょうか、総一郎君。よかった。ね大舞台に強い感じでございましょうかね。うー、んうん。 でまあ、ね、あのー、ソロホームランで1点先制されましたけども、えー、6回、ねやっとお目覚めですかっていう感じでね、えーまあ、昨日のね福田とかは、ねまあ、胸はね、まあ、ずっといい感じなんですけどもね福田が昨日良かった感じでねうんこの1、2番が、えー、噛み合っていただきましてこれシーズン中何回もた見たねこの1、2番の連打ね。 ふくらが出た後の胸が12塁間抜く感じね。ああ、いやあ、よく見たなあっていうね、風景。うーん、それで、ねあのー、ライトのスワレスね、ちょっと、えー、エラーしちゃってね、ねそれで、一気にふくらが帰ってくるっちゅうねこれ、ラッキー同点ね、うーん、ラッキー同点をいただきました。 ねえ、さあ、ここからですよって言ってましたけども、その裏、リーさんが出てきて、えー、ランナーを貯めましたところで、えー、日賀さん、逆転タイムリーを許しまして、2対1。ねえ、そっから私も見れてませんけども、7回から9回はね、どうやらランナー出してるんですけども、ま、つながらんなー、中取る感じでしょうか。富山、富山がやっと出てきたね。うん。 シーズンは、シーズン中はだいぶお世話になっておりました、富山が。日本シリーズはなかなか出てこなかったけどもね、えー、いいピッチング。富山ヒースなースピッチングっていうことで、うん。したけども、えー、結局2対1のまま終わりってことね。うん。あさあ。だから、どうなんだろうね。今日 打線がなんとか繋がらんとね。まあ、距離言えばあだっちゃんなのかな、うん、あだっちゃんが、t さんが出た後にあだちゃんがうまいこと繋げんかったとかね。うーん。そうですね。はあ、切り替え切り替え。もうね。こうなったらね。うん。もう後がないのでね。私は。うん、さあ えー、というわけで、えー、気持ち切り替えていきましょう。うん。えー、っと、私は昨日ね、ちょっと、まあ、荒れちゃいましてね、ちょっとね、うーん。ちょっとやさぐれすぎましてね、ついつい腹筋拝筋するの忘れちゃった。だから今日は昨日の分もやっときましょう。ね。じゃあ、とりあえず皆さん、これで今日はさよならです。ね。はい。えー、じゃあ、おじさんの腹筋タイムね。 腹筋とスクワット12345678ポキポキ打てますね膝があーおじさんですねよいしょ <laughs> 12345678910と。<laughs>

力を一つにしましまてね明日勝ちましょうもうこっから3たてそれしかないです。というわけで俺の晩酌でした。さよならバイバイグッバイ